の田中里奈と岡田真里奈と宇和津美由紀と宮沢麻里です。私たちは2月24日にセカンドシングル宝物偽りを発売することが決定いたしました。はい、今回は、初回版と通常 A、B と3種類出ますけども、3個とも違う内容になってますので、皆さんぜひチェックしてほしいです。そして4月8日から17日まで私田中麻里奈主演ミュージカル不思議遊戯に出演いたします。約4年ぶりぐらいの演技ということで、すごくドキドキですが頑張りたいと思いますので、皆さんぜひ見に来てください。そして3月田中さんが舞台稽古をしている裏で、私ラベンダーの岡田真里奈と魚住由紀、宮沢麻里、そして同じ事務所のビタースイートの田崎朝日、長谷川萌実の5人でですね、ラベビタ EX ツアーを回ります。3月5日神奈川県を皮切りに、また回りますので、ぜひこちらもホームページをチェックして遊びに来てください。よろしくお願いします。そして5月からはラベンダーライブツアー2016パワーが始まります。全国回りますけども、はい、今回は福岡もありまして、6月18日土曜日、会場はドラム3にて行いますので、詳しくはラベンダーのホームページを見てください。そして今夜も素敵なゲストが先週に引き続き来てくれてますので、皆さん最後までお聞きください。今日のゲストは先週に引き続きこの方たちです。どうも、ジャブラチンクエティの橋本愛菜と村塚かなみです。よろしくお願いします。それではまずはですね、お知らせの方をお願いします。はいはい、私たちチャオブラチンクエッティはですね、1月の27日に両 A 面シングル「どうしよう私と一期一会」をリリースしたんですけども、「どうしよう私」はすごく幼なじみに恋をしてしまったちょっぴり切ない恋心を描いた楽曲で、そして「一期一会」はすごくかっこいい骨太ロックな楽曲になってるので、ぜひ皆さんどちらも聴いて骨太ですね、骨太ですね、特徴からどちらも楽しんでほしいなと思います。よろしくお願いします。そして、待ってごめんね、ガヤがでかすぎて聞こえなかったね、今シルさんにして私がちょっと言ったらなんかマリンがなっとるけよなっとるけよ、なんか聞いたね、ありがとうございます、すみません、なんかキーさん、そう、全然聞こえなかった、いけないじゃん。じゃあお願いします。はい、そして私たち今絶賛ツアー中なんですけども、今回のツアーはちょっと福岡の方はないんですけど、関東近郊とか関西の方にもいろいろ遊びに行っていて、明日はですね、横浜の FAD 横浜という場所でライブがあったり、他にもいろいろバーっていうライブがあって、その最終日が5月の15日ナンバーハッチというかなり大きい会場でファイナルをやるので、皆さんお時間があったら遊びに来てください。お待ちしてます。お願いします。お願いします。さて、先週に引き続きね、また来てくれましたけども、そうですね、自由に話していただきますよね。もう先週はちょっと愛の手あの予定終わっちゃったんで、そうだね、プライベートに迫りますか、うん、お二人の、恥ずかしい、これで結構喋りましたよね。基本的なことは喋りましたもんね。確か基本的にチャオベラのイメージがあんまり多分なんか女子力ないみたいなイメージで喋ってるんだなとか。あ、今日は女子力をアップさせに来たってことですか。あ、もう女子力はなんかもう、まあ、はい、あ、ありますか、大丈夫、ちょっと今なんか見た目一人だけなんかちょっと気合い入っちゃってるやつみたいな感じで、若干恥ずかしいなっていうのがあるんですけど、気合い入ってきました。あれよりも勝ってもらってます。今度も黒着てきます、今度は。いい感じですね。いや、逆にお二人からラベンダーに質問とかあります？あ、質問、4人全員でご飯に行かれたりとかしますか？仕事の流れなら、あ、休みの日とかはありますか？ないです。4人全員ちょっと、え、ここでもないですか？あんまり。岡山とは行きますよね。結構合うよね。へえ、結構合います。栃木まで行ったこともあります。あります。ご飯食べに栃木まで。そう。すごい。アクティブ。でもなんか1時間半ぐらいで着けるところを岡山の運転で3時間半で。車そうなんですよ。運転してくれてね。私の運転だと本当に安全運転の道具を食べてるせいなんで、やだね。いいのか悪いのか。そうなんですよ。教習所で習わない危ない例の人なんですよ。怖すぎて。もう本当に、まあ、撮った時なんて、撮りたてなんて、その信号が青でも全部の横断歩道で止まっちゃってたんですよ。ウケる。
で、それで逆に危ないですよ、本当に危ないよみたいな、そう思われて、なんか怖くて、いつ当たってくるんじゃないか人がって、ね、もうずっとそればっか考えて進めなくなっちゃって、で、なんかこうある日高速道路に乗ったんですよ、初めて、うんうん、高速道路教習がついてなくて、私が行ってたところ、うん、だから初めて乗ったのが、うん、その本当にもう撮ってから、怖いな、高速乗ったら、なんかこう横断歩道とかないじゃないですか、うん、しかももうなんかこうすごい速さで走るから、うん、それで通常の道路が大丈夫になって、で今普通に運転できるようになったんです。すごい。あれちなみにお二人免許持ってますか？持ってないんですよ。あ、そうなんですね。もう取りたいです、ずっと言ってます、うん、なんか取ってそう、うん、なんかトラックとか乗ってないちょっと写真です。そういうイメージがもうなんかすごいけどもうすごいデコトラみたいな、ミトントラックを運転できる乗らない乗らないですけど、ハンドルクワーッとすごい。え、お二人あれですもんね、あのエッグ、あ、ハロプロエッグから、あ、はい、そうです、ね、じゃあバイトとかエッグさんですもんね、はい、エッグさんでしたじゃあバイトとかもしてないんですか？いや、もう本当に世間知らずで、いや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 、私はもうめちゃめちゃバイトいろいろしてます。え、そうなんです、モロリンはしてきました、今まで、なんか派遣とか、あと、いつでも高校生の時とかなんですけど、デビュー前、入る前か、はい、とか、あと、あ、でもそのポシボー時代にも、あ、してたね、してましたね、嘘、何をボーリング場でバイトしてました。マジで、マジで、なんか一回大丈夫って期間があったんですよ、その時にボーリング場で働いてたりとかして、普通になんかフロント立って受付したりとか、あとボールなんか磨いたりとかしてました。そうだ、それだ、ファンの人来たの？いや、ファンの人は来てないんですけど、多分なんかしてましたみたいなことを言った後に、あ、じゃあ俺もちょっとそこのボーリング場行ってみようみたいな感じで行ってきたよみたいな、あとね、あとは聞いたんですけど、すごい。他にはどんなバイトしてたんですか？他はあれやって、蕎麦屋さん、蕎麦屋さん、蕎麦やってました。持ってくる人、持ってきて、あの注文頼んで、あと片付けてみたいな、あと仕込みやって仕込み、すごい、何、なんかあの何ですか、その漬物の仕込みとか、あ、結構本格的に厨房入ってやったりとかします。すごい、すごい、アップロード OK じゃない、そんなの。いやー、びっくりですね。え、レナもやりたバイトした。バイトするのは何したいですか、何のバイトしたいですか？マックの店員とか。マックマックスマイルくださいみたいな、すごいピンポイントです、めっちゃよろしいよ、スマイルください。え、今時なくない？今ある？今まだ多分売ってると思います、スマイル0円。なんか書いてありますよね、今でも掲示板みたいな書いてあります、はーいって言う。それ小学生がもいいな。ケンタッキー、ファーストフードがいい。そうですね、なんか裏で食べたい。え、なんか企画でやったことないんですか、店員さんとか？あのね、巣鴨のね、なんか担々麺かな、豆大福がどっちかが有名なお店、どっちも売りようお店で、はいはい、どっちかが推しのお店で、なんかバイトするみたいな企画やって、それで一回そのスープがなんかめっちゃ入り込み、何、はい、タプタプな、あ、そう、タプタプなやつをお客さんに配るってやつをカメラの前で、緊張しますよね。あ、レジもあります？うん、その豆大福売った。確かに私もレジは押したいな、久々に。うん、レジって片手で押せるなんかかっこよさみたいなのありません？あ、昔はでも触りたかった、子供の時は。でも私コンビニ働いてる時、どれだけこう早くだって両手でやってる人あんま見ないですよ。確かにこれあんまりないですよね。みんな気を買ってちょっとなんかもうおかしいな。両手じゃなくて一つの指でじゃなくてこうやってやるってことやろ。五本を駆使して、五本を駆使してどれだけ早くやれるかみたいな。あ、バイトやってたんですね。やってましたね。すごい意外な事実すぎて、へえ。他にマリン先生なんか質問ないの、お二人に？あ、私がですか？他にっていうか、今逆に聞いてもらってからこの話になってたよ。あ、そうですね、そうだよ、逆だった、うん、話聞いてねえだろう。聞いてるよ。聞いてるよ。プライベートじゃないよ今。マジでマジでだからさ、ちゃんとやりましょう。うん、はい、なんか他に質問ありますか？なんですかね、あんまり興味がない。いや、興味がないんですけど、難しいですよね。難しいよね。よく私たち聞かれるのは、メンバーのここは直してほしいところとか。めっちゃあるよ、そんなの。めっちゃあります？めっちゃある。え、なんですか？まずは、まずは、めっちゃ怖い。この時間で終わるんですか？昨日さ、
番組で一緒に出た時にオカマには言ったんだけど、オカマにはなんか鼻歌がでかいわけ。あ、楽屋とか本域で歌うみたいな。自分がこう浸るために自分に聞こえればいいやん、うん、でもなんかもう普通にカラオケに来たぐらいの音量で鼻歌とか歌うて、うん、なんか結構うるさいみたいな。うるさいって言えんだけど、ね、楽しそうやけん、うん、まあいいかって。楽しそう、楽屋やしさみたいな、うん、でも結構我慢してる。言ったんですか昨日。やっぱそれ聞きました。でもあの言われたの昨日が初めてじゃないですもんね。そっちゃん、なんか、そうなの、なんかこう気づかぬ大きさになってるんですよね。気づかぬうちに。いや、もうしてるから。耳が遠いっちゃな。耳が遠い人って声もでかいし、らしいですよ。喋り声もほら大きくなるもんね。うちのお父さんもそうなんですよ。お父さん鼻歌が大きいの。あ、お鼻歌も大きいですし、喋る声がもうどうかに家系的、家系的な電話ね。だからでも逆に話も聞こえないから、2人で家にいても話しかけても聞こえなかったら別に続けないというか、聞いてもらえるまでは話さないんですよ、お互い。あ、だから会話成り立たないですよね。何にもならないよ。え、家族なのに。うちの家族が何にもならない。大丈夫、何にもならない。譲り合い精神はないの。譲るとかもない。譲るとかない。なんか別にそこで不快にも思わないし、聞こえてないんだなみたいな。分かる分かる。メンバーのここ直してほしい、あります？なんだろう、最近の、最近の新ネタ、新ネタ、新ネタ、新ネタ。でもなんかこう、はい、やっぱりこういろんな、例えばリリース期間とかって、うん、いろんなコメント取ったりとか、うん、こうするじゃないですか、はいはい、で何回もこうやって言ってるメンバーがいたりすると、こう噛み倒す時間が来るんですよ。だから疲れが溜まってきて、あ、ありますね。でその時に結構私とか、あ、他のメンバー噛んだなと思ったら、あ、そこどうにかしないとみたいな感じで入るんですけど、はいはいはい、私がこの間一回めちゃくちゃ噛み倒した時があって、みんななんかそれはもうちょっとこの空気どうしようみたいな。でその空気感も焦るし、え、でなんかその入ってこないのみたいな。その空気感でまたやり直してまた噛む、ピリついちゃって、なんかもうマジ最悪だなと思って、それはちょっと直してほしいなって。あ、やっぱ突っ込んだりとかフォロー入ってきてっていうのは結構ガチのやつですね。あるよね、ありますね。それマミーが言えるんじゃない。もうさ、最初の頃はさ、なんかこう変なこと言ってもさ、ちょっと何とか言ってあげるけど、最近結構無視するよ。さっきもあったよね。無視なんか喋りようと、姉さんがさ、こうなんかふんってしとって、マリンがなんかもう一回同じこと言ったやん。なんか内容忘れたけど、よく分からんこと。聞こえたみたいな、なんかあーみたいになって、なんかそれなんか結構あるよねと思って。やばい、ちょっと無意識かもしれないです。え、そうと思うよ。あ、プライベートでってことですか。プライベート、あ、プライベートだっけ。 MC 中はやっぱさ、さすがにさ、そうですよね、結構言いますもんね、拾ってあげるやん。なんかいじめようみたいに見えたらいかんよ。確かに。そうそう、いじめようわけじゃなくて、多分あの無視しようとかじゃなくて、うん、耳に入ってないとよ、声がもう、うん、あ、声ちっちゃいってことですか。うん、普通にライブより声でかいわけ、裏は、はい、うん、でも多分喋りよう内容がわけわからんけん、2人の耳に入ってないと、もう多分言葉として、多分あ、なんかあんまり触れなくても大丈夫かなみたいな、なんか、あ、これ聞いてほしいのかなっていう喋り方をする。え、じゃあなんかもう話すときに、あの、なんか秘宝とか朗報とかつけた方がいい。いやもうね、そういうのがちょっとやめてほしい。それがよくわかりました。やめてほしい、やめてほしいとかですね。じゃあ喋るのやめよう。それもそれで、あー、ダメだ。そういうところがね、全部そういうところがねってなっちゃう。マリ先生、そんな元気なくさないでよ。どうすればいいのかわからなくなって。頑張って生きればいいよ。頑張りましょう、頑張りましょう。励まされてる、励まされてる。じゃあちょっと話移っていい。喋らさん、気ぃ使う。モラビーさんは何かありますか、こうメンバーに、はい、ここ直してほしいなみたいな。なんだろう、でも、ハジモンはあの急にちょっと今隣にいたんで、はいはい、思い出したんですけど、あのバッグの中にスイカあるじゃないですか、はいはい、スイカをいつもなくすんですよ。なくすというか、そのスイカが多分入れてるところが決まってないから、スイカがまたないみたいな感じで、いつも時間を取られるっていう。ああ、移動の時とか。でも先に行ってって言ってるじゃん、その時。いや、言ってるじゃん。え、待って、カナちゃん、お前よ。言ってないですよ。カナちゃん、待ってみたいな。マロリンだけは、あ、ちょっと待って、行かないで。あ、あとの2人は先に行って。いや、先に行った時
時2人の時が多くてさ、そう帰り道とか、それはちょっとなんかそれで電車1本とかの場があるからちょっと気をつけてほしいな、気をつけるんです。なるほど、ガチですよこれ。いやそれ結構ガチガチですよ。いやわかります、私ももともとそうだったんですよ。もしかしてあのスイカはスイカで持ち歩いてます？違いますね、スイカのパスケースに入れてるんですけど、あれあれパスケースが毎回なくなっちゃうっていう。あれでもねカバンのどっかに入ってるんですけど、奥底行っちゃったりとか、結構存在感の大きいパスケースにするとか、うん、私こうぬいぐるみ型のにしてましたからね。あもうそれはありがとうございます。それと今は携帯にもう携帯のカバーに入れて、ね、それが一番ですよね、絶対ですよ、うん、今日買いに行きますこの後買いに行きます、パスケース買いに行きます、まあ、びっくりしちゃった解決しましょう、うん、解決しましょう解決しましょうよ本当に。続いてはラベンダー日記。ラベンダーのメンバーが交代でリハーサルやレコーディングなど舞台裏やプライベートをトークしていきます。はい、はい、今日の担当は私魚住ゆきです。はい、ということで最近私ですね、あの一人で飲みに行くのにハマってたりするんですけど、ついに行っちゃいましたか。ついに田中さんがすごい冷たい目ついにその領域に。え、この前その話したやんと思ってたよ。あれここでしました、したよ、餃子を一人で食べ歩きました。はい、あ言ってましたね、餃子めっちゃ覚えとうよ。 ありがとうございます、うん、いいえお酒も餃子以外にお酒とビール頼むって言ってましたね、そういえば、うん、お酒とビール、ビールめっちゃお酒飲むダブルでビールがピッチャー、ビールがピッチャー、餃子とお酒でってね、そう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 なんですよ、うんうん、とかとか、あとはなんかお家の近くにまた飲食店がたくさんできたので、うんうん、そこら辺をちょっと開拓しようかなと思っていろいろ飲みに歩いたりしてるんですけど、うんうん、お二人はお酒とか飲みますか？飲みます、はい、橋本さん結構だって満食飲みそうだなって思って満食してます一人で、うん、あそういうタイプ、ちょっと同じ匂いを感じたのでなんかちょっとお酒の話とかしたいなと思って。あもうはい、お酒じゃあ飲むとどうなりますお二人？あんまでも変わんないですね。あ変わんないんですか？もろにすぐ顔赤くなっちゃって、私はもう一杯で顔赤くなる。引いたらもうひたすら飲んでますずっと。あそうなんですね。えじゃもさ、私でも顔にあんまり出ないタイプなんですけど、うん、テンションもそのウェイとか上がんないんで、ね、あんまりウェイって感じ上がんないんで。今田中さんも笑いすぎててもう目玉もやめたい。なんかこう飲むとハイテンションになる人いるじゃないですか。あ、まあ、友達といてちょっとハイテンションにはなるかもしれないけど、基本でさウィッとはやらないね、なんかあんま変わんないよ。あんま変わんないここ二人は変わらない。あえ逆にえロビンさんと後藤さんはどうですか？後藤が一番お酒飲めないんですよ。そうです。ああ前ここに来てくださった時に、うん、なんか顔が赤くなってなんかすぐ笑ってるみたいな、ずっと笑ってます、笑い用語になります。ロビンもそんなにちょっとテンションが上がるくなるぐらいで、急に英語バーって喋り出してる。あ、もう英語も全然喋れない。じゃあ日本語で。あ、ロビンさん英語全くダメです。全くダメです。もうスペルもちょっと危ないぐらい。ちょっと危ないぐらいなんで。残念なんかもう。どうなりますか？私はすごいなんか笑ってる。あでもいい酔い方ですよねお酒の。確かに、ね、確かにテンションは高くなって、あでもあんまりこうウェイとはなりませんけど顔の色もそんなに変わらないんで、変わらなそうね、酔ってないって思われるんですよね、うん、だからそうそう、なんかガンガン飲んじゃうんですけど、うん、次の日後悔したりします ね。ラベンダーはでも田中さんはお酒飲まないんで、うん、なんか打ち上げとか行ってもそんなに ね。うん、ウェイあの人なら誰もいないですよね。おい引っ張るな。引いちゃった。ウェイになってみたらいいのにって思ういつも。なんか怒られそう。私多分なんないですそれ、うん、あれ以上。おかわりはあれでしょ、なんかふわふわして。ニコニコしてもねずっと。ずっと笑ってるだけで。マリン変わんないですね。マジ変わらない。このまま。うん、強そう。なんか本当にハイボールのこの。旨味とかウイスキーの違いとかをこうやって一人ウイスキーの違い何飲みますかお酒って。あ、芋芋焼酎はい、芋焼酎飲み似合う。あ、水割りで飲んで。え、てかすごいですね、アイドルってそういうの OK なんですか？なんかこう芋ですみたいな。いや、わかんないです、例外なのかな。どうなの、なんか脳は言われてないですね、マネージャーには。あ、そうなんですね。20歳超えてれば大丈夫だよ。なん
かね、カシオレとか。なんかせめてって思ったんですけど、せめてグレープフルーツサワーぐらい。本当ですか。逆にそういうの飲むと気持ち悪くなっちゃう。逆に甘いの飲むと。あります、それ。すごいわかる。すごいわかる人がいる。モーリーさんは何飲まれますか。私は緑茶ハイかウーロンハイか、あジャスミンハイとかをもうひたすらって感じです。女子、女子だ。志保さん、将来バーとか開く予定はないんですか。なんかね、うん、超言われます。飲まかありますよね。スナック開かないのってめっちゃ言われるんですけど、はい、別にそんな考えたつもりはなくて。実はやってたりとか。やってないです、やってないですけど、まあ、将来的にこうなんかそういうお店開けたらありかなみたいな、ありかなとは最近ちょっと視野に入れ始めて。絶対行きたい。流されようや。絶対行きたい。いやもう、ボトルキープしますよ。ボトルキープ。なんかもう本当にやってそうですよ。接客業とか本当にいけそう。売り上げ上がりそうですもん、なんか。そう言いたい。なんか私が本当にあのちょっと上からですいませんけど、社員とかだったらなんかすごいバイトに欲しいみたいな。嬉しい。なんか嬉しいですか。嬉しいです。バイトリーダーとか。なんかリーダーとか。バイトリーダー。確かに。バイトリーダー。橋本さんみたいな。ハイクリーナちょっと嫌ですね。なんかちょっと嫌ですね。なんか嫌ですね。なんか嫌ですね。ちなみにあれですか、やってみたいバイトとかってあるんですか。なんか私一回そのバイト OK の期間になんかちょっとバイトしてみた方がいいなと思って一回面接受けに行ったことがあって、パン屋さんのバイトを。かわいい。あ、似合いそうよ。そのパン屋さんも似合いそう。どんだけだよ。なんで、なんで帽子似合いそう。帽子。パン屋のね。パン屋で行ったんですけど、面接でがっつり落ちて。なんで、なんで。いやなんかもう多分、でもその時黒髪だし爪もネイルも何もしてないのに落ちちゃったってことは本当になんかもう社会不適合者なのかなっていう、すごいなんかあもうバイトできないなと思って、そうそれ以来もうバイトしようと諦めたったよ、そのパン屋のせいで。パン屋のせいで、パン屋のせい、もうパン屋殴り込みに行きますよ。殴り込み怖い怖い怖いですね。見てみたいな、見てみたい、見てみたいですね。ぜひバー開いたらよろしくお願いします。今夜も最後までお付き合いありがとうございます。ありがとうございます。番組ではメッセージを募集中です。メールアドレスは love@rkbr.jp、 ファックスは福岡0928448844です。はい、今日もね、まあなんか何の話したっけ。バイトの話、バイトの話、お酒の話ですね。しましたけどもね、来週も来てくれるんですよ。まだ女子力全然あのちょっと見えてない。もう来週こそ、来週は来週こそ女子力の話っていう予定でね、予定で思いますのでね、皆さんぜひぜひ聞いてください。ということでお相手は田中麗奈と岡田麻里奈と上田美由紀と宮沢麻凛とチャーベラチンクエッティの諸塚かなみと橋本愛奈でした。また来週、バイバイ。